前回も出たんですか。はい、前回も出たんですか。1回上智新大の時ですね。新大の時はい、はい、私が飛びなかった。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 はい、なぜ19独立党の名義、19独立党、19独立党の代表やらさんです。やら長介、やら長介さん、やら長介、はい、この木何の木でしたね。本当にいつ聞いてもね、いいですね。なんか燃えるよね。はい、そうですね。何かやらなくちゃ。はい、そうですね。この何かやらなくちゃって一匹狼で頑張ってる、はい、今日はね、お方を紹介したんですよ。はい、なんか琉球独立国をしたい、まあ、はい、やら長介さんということで、ね、あの大きい海南のバス停にあのデカデカとね、そうそうそう、一人でやってるからね、上りを立てて、実は私は真向かいに、もうすごいよ、そう、一人であっちこっちぐるぐる、本当によくやってる、偉いと思う。もう頑張ってますね。偉い、はい、そういう人いないね、今沖縄にね、みんなね、あの政党がついて、はい、それなりのお金持って金も全部自分で出して、はい、もう全てさ、人文も全部自分一人で出して、やってすごいですね、本当に一匹狼だね。まあ一匹狼と呼ばれるとちょっとね、あのそんなに面白くないんだけど、結構あのいるんですけどね、うん、やっぱりあのいろんなあのなんていうか、なんとか党、なんとか党とかの、うん、団体と違って、まあ極めて少人数で、まあお金もないんで、あのぼちぼちやってるっていう感じですよ。だけどもう全ての、 あの選挙は舐めてきたもんね。そう舐めだよね。いやいや、そうですね。偉い、私偉いと思うよ、うん、ほとんど経験してますね、もう全てどんな市会議員から県議から知事から、はい、もう全部やってきてるでしょ。7回ぐらい出てますけど、偉いと思うよ。しかも金自分でさ全部儲かった金みんなさ募集されるんじゃないですか。いや、まあ武装には持ってきませんから。いやいや、そう、いや、それでもこういう人がいるっていうことよね。うん、だからそうですね、あの沖縄の人っていうのはあがいりようが、まあ、はい、儲かるとかね、はい、自分の名誉になると思ったらみんな尻尾振ってついてくるんだけど、はい、こうして一人で頑張ってる人に対してね、頑張れっていう人がいないのよ。まあ、ね、いないことはないんですけど、まあ、いないって言っときなさいよ。まあ、少ないですね。もっと援助、あのそういうあの沖縄のためになるという、そのための援助っていうのは、まあ、欲しいんですけどもね。うん、まあ、やっぱり今のさてね、今日ね、うん、あのあれよ、このもし琉球が独立するんだったら、はいはい、何が一番民間、私どもに一番メリットがある？うん、まずあの一番はやはりあの戦争をさせない確率が上がるということ。うん、まあよろしいですか。例えばあの今の辺野古でも、うん、みんな戦争はね、あの前の沖縄戦でうっちゃいっちゃ、うん、やられたもんだから戦争はもちろん嫌ですよね。うん、そのためにまああのいろんな団体とか我々も頑張ってるわけですが、ただしかしその今の現在のね、世界ではやはり、国というのは軍隊というのがないと、うん、どちらかというと成り立たないと、うん、まあ、軍隊がない国もありますが、それでもその国はどこか、例えばあのグアム島とかでも、グアムの軍隊はないんですが、まあ、半分独立国みたいなところがありますが、それでもあのアメリカの軍隊、万が一の場合にはアメリカの軍隊に頼るとか、あとあの南米の軍隊がない国でも万が一はあの他 の, あの強い隣の軍隊の国に頼るとか、そうしないとあのもしあのなんていうかな、変なあの団体がクーデターとか、あの武器を持って来た時に国が乗っ取られますよね。だからあの戦争するためじゃなくて、要するに国を安定させてみんなの生活を守るために、その国民、人民のため の, あの軍隊というかね、実質ねはあの必要だというのが、まあ、あの常識だとは思いますが、ただあのそれでも沖縄での基地を撤去させるためには、それは基地というのはその国の管轄なもんですから、簡単にあの
撤去してくれと、はい国はい撤去しますというわけにいかないわけですよ。あ、しかし琉球が独立した場合には軍隊をどの程度置くとか置かないとかは琉球の国、いわゆるみんな の意見ね、琉球国民の意見で決めるわけですから、で例えば軍隊というものじゃなくて災害派遣隊ということで作って、ただ何か万が一あった場合には戦争というよりも防衛のために、実質的な軍隊的なもので強く出るという風にしてやることはできるわけです。だから建前というか、その一応前提というか、その正式には軍隊を持たない、災害派遣隊を持つ、だけども万が一の場合にはみんな災害派遣隊の隊員は全部もう鉄砲を持って戦うぐらいの覚悟で行くという、そういう方法もできるわけですね。だから昔の琉球は平和主義で、ありますから、その伝統をずっと生かしてやると、我々はもう本当に戦うぞと、もう変なものが来たら戦うぞという意識を持って、ただし何か隣の国とか自分の国とかで災害があればもうすぐ派遣すると、これは私は災害スクランブルと言ってますがね、まあ、これは多分私が作った言葉だと思いますけども、そういうふうにしていくらでもその沖縄の昔からの伝統というのを生かした国づくりができると、でその上で日本とも友好、中国とも友好、台湾、フィリピン、アメリカともみんなで仲良くすればいいだけの話。いや、日本政府とはあんまり関係ない、はい、いやいや関係ありますよ。だからそれは薩摩とか琉球処分とか戦争とか謝ってもらって保証をして、その後に仲良くすればいいだけのこと、単純なんですよ。大変だ。実際保証させてるの？いや保証というか、それは 100% こっちの要求通りでいかないんですけど、それは何でも損害保証というのはその交渉でできるわけでしょ、どれがなんか聞いてると楽しいけど、いやいやいやできるかね。それはだからただ独立した時ですよね、そう、ただそのお金をわぼわぼ自分なんかで何か贅沢使うんじゃなくて、次の国とかあと世界のために使えばいいだけの話で、そしたら日本でも日本の国のためにもなるし、世界の平和のためにもなるし、平和のためになるということはそんなに人も戦争で死ぬことも少ないし、武器の予算も少なくていいから、別に琉球にお金払ったって引き合うわけですよ。そういいこと、そうですよ、はい、そういうこと、まあね、そうもしなければいいことよね。だから独立してる沖縄だけどね、あるいは屋良さんの周辺ではかなりインテリが多いよね。そうですね、多いですよ、知ってるか、多い多い、いろんなね、ね、日が物書きとか新聞関係の人とか、そうそう、結構いい人たち多いよ。よくインタビューも来ますよ、だからインターネットでも、これが結構本当に実現すればいいだろうと思うよ、取り巻きがいっぱいいるからね、いや、だからこれはもう慌ててやってできるもんではないし、やっぱり皆さんがまず基本はうちが、まあ、魂というかね、沖縄の歴史を学んで、沖縄は日本の端っこの田舎じゃなくて、昔はちゃんとそのアジアの中心として世界平和のために活躍していたよということですね、それを強調しながら若い人に誇りを持ってもらって、やっていけばまあいいんじゃないかと。だけど今の人はどうかな、言うこと聞くかね、やらさんのその。言うこと聞くというよりも知らないわけだから、聞く聞かない以前の問題ですから、例えば空手にしてもですね、先生、今の若い人は全然なんていうかな、いろんな知識というか何も知らない人が多くて、空手は本土から沖縄に来たと思っている人結構いるんですよ。いや、沖縄の人、私はやってますから、空手がもともとは本流は沖縄から発信して、そう、今世界各国で一番いるんですけど、その中でみんな発信したのは五十流の宮城長新先生が行って、あとはこの今の松濤館って世界各国にあるんですけど、この人は真文さんという方が師匠で。
世界各国にも発信してる。すごいよね、だけどね。そうそう、だから、はい、あの沖縄創業、本当に世界的にね、偉大なものを持ってるのに若者はそれもあんまり知らないと、意識もない、意識もない、知らないで誇りもないということは、もうなんていうか、まあ悪く言えばだらだら日暮らしするような感じで、だけど伝統を知らない人が多いですよね。そうです、誇りを持てば世界に出てもあの盗む人にね、そういうことをしないでしょ。真面目にやるしかないで、あのみんなの恥かかすんだから、自分一人だけの話じゃないわけだから、だからみんなあの いい人間になっていくと、そういう誇りがないもんだから、もうあのなんていうかな、あのまあ悪く言えば不良が多いとかなんとか言われるんだってね。もちろん真面目でいい人もいますけども、やっぱりあのそういう教育というか、学校の教育が弱いんだよね。うちのあの人物紹介する、今は最近は良くなって、まあ沖縄なんかは今もあの伝統を重んじて空手をあの入ってるんですよ。そういうただ空手を教えるだけじゃなくて、その沖縄から発信したものの歴史まで教えてくれるんですから、だからそれが大事、そういうのが大事なんですよ。だからこういうあのやってると教育員が問題じゃないの、教育員の指導に行くの、これあの前はそうだったんですけど、今は そういうふうに変わってきましたね。伝統を教えるようになって、まあ、三線も今授業の中にあの一旦に入ってるんですよ。だからこれはね、独立とかなんとかいう以前の問題ですよ。やっぱり郷土のあの先人のね、そういうやってきたものはあのすごいところを意識して誇りにしないと、あのだあのあれ飛び浅とでも、もうライト兄弟のずっと何十年百年も前にあの飛んだというね。でこれはね、あの戦前のね、あのまああの、まあ、軍国主義っていうか、あの戦前にですね利用されてますね。要するに沖縄があの世界であの飛行機作ったのが早いとか言うんじゃなくて、あの時に、まあ、今もそうだけど、沖縄は日本だから、日本がアメリカよりもあの飛行機を先に作ったよということで、あの日本の、 あのなんていうかな、あの陸軍とか、あの空軍とかそういうのが利用してますよね。だからそれはいいんだけども、とにかくうちなんちとしてはうちの中発祥というね。であの空手にしろ、その飛行機にしろ、あとあの医学もね、あの中地基人といって、あの首藤とかいうのが非常にあの日本よりもあの早かったとかいうのもありますし、あとあの地図ですね、伊能忠敬が日本で地図を作りましたよね。で伊能忠敬が始めようかなという時に、すでに琉球では精密な琉球全土ができてた。まあ、沖縄は小さいからもそれもあの、早くできると言われればそれもあるかもしれないけど、でも人間も少ないわけだから、でも作ろうという気持ちが大変だよね。そうです、そうです。だから、そういうふうにして、決して沖縄はね日本の田舎じゃなくて、あの非常にアジアのもう中心で世界に誇るぐらいの文化、そういうのがあるわけだ。あれだね、うち直せてならんのってことだね。そういう誇りがない人が多いですよ。もちろん僕は誇りがあるからあの頑張れるんですけどね、もう何でもダメという、あの人はそれぞれの能力とか得意不得意があるから、それはまあいいんですよ。だけど沖縄の子はもうちょっとお勉強するのが少ないよね、みんな遊びとか。まあそれは人によるでしょうけど、うん、でもね、あの目立たないんですけど、うん、あのなんていうか、まあ力屋は結構いるんですよ、うん、で昔我々のもう何十年も前は、うん、あの留学とか言って日本にね、あの慈悲とか国費とかあったんですけども、あの時はやっぱりレベル低かったわけね。今は堂々とそのまま入りますよね。だからうちの園児はあのなんていうかな、誇りを持ってそういうあのやれば堂々とあのできるだけの素質も能力もあのあるということを言いたいですね。中村さん、はい、頑張ろう。そうですね、やっぱあのあれ沖縄はやっぱ伝統がすごいです。伝統だけじゃなくて、あの昔はね交流をやっているのがあのこの沖縄、ちっちゃい沖縄で中国との交流とかね、民国とかいろんなのでやってるのが本当素晴らしいんですよ。それをまあ薩摩が入ってきて、薩摩が持っていったようなもんですからね。だからあのね、あのアメリカ、日本、中国とか大国と違って琉球はまあ小国ということはありますが、沖縄のその文化というか、沖縄の国、沖縄の特徴というのは
一番私が強調したいのは平和主義ということですよ。例えばあのペリーが琉球に来た時、はいはい、これはまあ日本よりも早いんだけども、はいはい、あの大砲を持ってあのガタガタね、ワンからワンから100人とか200人とか押し寄せてきたわけ、うん、それでまあ沖縄にもちょっとあの強硬派もいたけど、それはちゃんと抑えてね、あの板橋式長中とかそういう人があのちゃんと対応して、で平和的に対応して、あのお酒も飲ましてごちそうして、でいい気分にして返したという、はい、ところが今の日本政府は何でもあの北朝鮮でも中国でもすぐ強硬手段に出ようとすると、例えば具体的には経済制裁だとかね、なんとかかんとか言うんだけども、そんなことをしたら向こうだって固くなるわけでしょ。そうじゃなくてお互いに理解できるところで話し合ってやればね、まあ、歩み寄りながらってことですね。そうですよ、はい、譲るところもないと。うちなんて気が長いのかね、はい、いや気が長いっていうのも、まあよく言えばっていうか、やっぱり小国だから、うん、そういうふうにしないと生きていけないという面もあったかもしれないけども、まあ、それにしてもやっぱりそれは小国であれ大国であれ平和主義っていうのが必要ですよね。中国でも日本でもペリーが平和な島だって喧嘩のない島って言ったんでしょ。うん、そうですね、うん、だからまあそういうことですよ。いくら大国で軍隊があったって、アメリカだってね、平和的な意識がなければ、戦争して勝ったとしても自分も犠牲が多くなるわけでしょ。例えばベトナム戦争でアメリカ強硬に軍事力で押しまくったんだけど結局負けましたよね。で中国だろうが日本だろうが強硬にやって、じゃあ勝ったからって得かというと犠牲も多いわけだから、だから必ずしも戦争で強硬に勝ったからといって得かというとそれは分かりませんよね。むしろ平和的に多少譲りながらね、もう収めた方が結果的に犠牲もなくて得ということがあると思うんですよね。だからとにかく沖縄の一番の特徴、誇りにすべきは平和主義ね、それでやろうという、外交でも何でもですね、特に外交は琉球王国は平和主義の外交で、それとまあヒューマニズム的なのもありますしね、他の国ではね、日本とか中国とかいろんなところでは同胞とか、同胞じゃなくても戦争で相手やっつけた者も捕虜を奴隷にして売り飛ばしたりとかいろいろありますけど、琉球はそういうことをしないというので評判が良かったと。どうなり、琉球はもうそういう、これ今の学生に信用が、信用が非常にあったわけ。だから今あれですよ、鳩山さんなんか、まあ一回会ったことあるんですが、鳩山さんなんかが東アジア共同体をで作ろうという話ですが、それも沖縄も信用あるからね、本部を沖縄に持ってこようという話が当然というか、まあ出てくるわけですよ、うん、日本に本部持ってこようと言ったって中国とかが納得しないしね、中国の北京に持ってこようと言ったら日本が納得しないし、まあ、琉球だったらじゃあその独立してるといいね、うん、独立してるといい、ね、鳩山さんもちょっと独立を賛成のところありますよ。鳩山さんがね、お金の方を応援するとできるよね